ルーロナビ初期設定ガイド。アプリをご利用いただく前に必要な機器などを確認しましょう。クラブパナソニックの会員登録が必要です。ルーロナビアプリをダウンロードしてください。インターネット環境が必要です。ステップ1、ルーロとスマートフォンをつなぐ。スマートフォンの Bluetooth をオンにしてください。ルーロナビアプリを起動してください。次へをタップして、クラブパナソニックの会員 ID とパスワードを入力してログインしてください。設定を始めるをタップしてください。本体を充電台に接続し、アプリ画面から本体品番を選択してください。ステップ2、 Wi-Fi 接続設定をする。本体の LED ランプが消えていたら、スタート・ストップボタンを押してつけてください。ご自宅の無線 LAN を選択してください。ステップ3、家電登録をする。マイ家電登録。画面に従って項目を入力し、家電登録をしてください。登録完了後、遠隔操作ボタンを押し、白点灯させたら設定完了です。